争い事等の起こりというのは、自分の体に対して、相手の、手なり物なりっていうものが、近づいてくる触れるというところから、始まることが多いという中でですね、自分の体に対して伸びてきた腕を、どのように、防御していくかという、ことを稽古しています。で、条件反射的にですね、相手の、パンチであったり掴んでくる手であったりというのを、払いのけるというようなですね、動きを身につけなければいけないんではないかということで、こういった練習をしております。前から相手の手が伸びてきました。それに対して横から弾いて、相手の攻撃を反らしてしまう。下から弾いて相手の攻撃を反らしてしまうというようなことが一般的にあります。で、それは、空手の中でいうところの外受けという動きであったり、上げ受け、上段受けというような動きに相当します。で、これを順番を決めてですね、左のまっすぐのパンチ、右のまっすぐのパンチが伸びてきたという前提で、右手を動かす、左手を動かすという形で、稽古をします。で、1、2ということに対して1、2という形で反応していきます。で、その後、横から叩いてくる、上から叩いてくるという、こういう振り回してくるような攻撃に対しては、1、2という形で上に跳ね上げていくような上げ受け、上段受けの動きを使って防いでいきます。で、こういう形で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10というような形で、約、5種類左右、10本の、手の攻撃を、順番通りに、出してもらいます。それに対して順番通りに受けていく形を覚えていきます。これを何回となく繰り返しをしていく中でですね、自然と相手が左手を出してきたら右手が上がるとかですね、いう癖ができてきます。で、これは車の運転と同じようなことで、無意識で右へ曲がろうとしたら右の方にウインカーが出る、左の方にウインカーが出るという形で癖づけされていくのと同じではないかというふうに考えて、子どもも大人もですね、少しずつ、スピードを上げていきながら練習を繰り返します。で、ある程度やったところで、この1から10の順番を、崩して好きな順番で打ってもいいですよということで練習をして、で、それに対して、正しい、方向に受けができるようになっているかどうかというのを、見ていきます。で、やっぱりまだできていないなということになると、身についていないということで、また、順番通りの練習に戻ります。で、こうやって、徐々に、順番を崩した状態でもですね、受け入れるようになれば、さらに、早い強い攻撃をしてもらってもですね、受けることができるかというようなことを練習していってます。で、これは両方ともがですね、立って動いていない状態でお互いの位置関係が、変わらない中でこうやっていくわけですが、完全に、条件反射ができるようになったところでですね、空手でいうところの組手のような状態にして、足を使って
前後左右に動いてもいいという条件の中で相手に攻撃をしてもらいます。でそれをまた、全部防御できるかということを練習して、繰り返し身につくように、行っています。まあ、これが、反応とか反射というものが、身につくかということで、目安としたらですね、1回の稽古に、まあ、100回ぐらい、受けるというような練習ができたとしてですね、100日間ぐらい稽古をすればですね、1万回ぐらいの、受けの練習ということで、まあ、目安ですが、100回ぐらい、練習をすればですね、大抵の人は条件反射で、正しく、受けが出るようになっていってるように思います。でこの時点では、手に対して相手の腕に対して自分の腕を使うということばかりを考えててですね、足を使って、かわすであるとか、体を、後ろに下げたり頭を振ったりとかですね、そういうような形での防御っていうのを禁じます。で手が手に反応するかということを重点に練習します。以上です。崩すという言葉ですね、まあ、崩れる、崩す、相手につかまれてしまったものを崩すというのもありますが、先ほどの話の延長からすると、相手の、腕、手なりが自分の体に近づいてきてまだつかまれてしまっていない状態の、相手の腕や手をですね、崩すというのは、どういうことかっていうとですね、相手の手が前から伸びてきて、で自分の手が横からぶつかればですね、この力によって流れていきますから、防御をしたことになりますが、崩れたかっていうとちょっと崩れたというよりは、攻撃をそらしたということにしかこうなりにくいかなと思うんですね。でこれに対して、触れた瞬間に方向転換ができて自分の方に主導権が移るような形で、相手の腕、体をコントロールできればですね、これは崩したということになるのかなと思っています。でこの崩すということを先ほどの受けるっていうことの腕の中で変化していく動き、横から中心に向かってた動きが中心に来た途端に下に向かって円を描く、下から上に上がってた動きが外に向かって円を描いて戻る、まあ、このような手の腕の動きを、行うことによってですね、相手のまっすぐ来ていた、もしくは振り回して来ていた腕を、自分の方に主導権を奪って、体勢を崩すことができるというふうに考えています。以上です。意識としてですね、まっすぐ向かっていた攻撃をですね、一旦は中に向かって中心に向かって進めてきて軌道を反らす、ここまではこの腕は直線の運動なんですが、このところ近くになった時にですね、このまま行ってしまうというか一直線の運動ではなくて、触れる瞬間に肘を支点にして手の甲側を下を向けていきながら
相手の腕の周りを粘りついて、回る、絡みつくような感覚っていうのが必要になってきます。で、このために、受けが行って帰っての一方向の動きではダメでですね、回転をしながら一周してくるような動きに、意識を変えて練習をしなければいけません。で、当たった瞬間に触れてる場所、触れた瞬間に触れてる場所自体も変わりながらですが、相手の腕からは離れていないんですね。ずっとついたまま相手の腕の周りを粘りついて、粘着質のような感じでくっつきながら相手の腕を触れた場所が押してる、こういう感覚を、体の中に持つ必要があります。で、そのための練習法としてですね、こういったですね、まあ何でもいいんですが、20センチぐらいとか30センチぐらいのですね、こういう、少し柔らかいですね、弾力性のあるようなボールを使ってですね、で、こういうことをやるんですね。で、これは触れる場所が次々と変わっていくんですが、ボールは落ちないんですね。で、これなぜ落ちないかというと、今で言うと右手の甲側と左手の親指側の内側とがちょうど良いバランスで中心を押し合ってると、こういう形で自分で意識的にですね、ボールをいろんな方向に動かしていきながら、触れたとこと触れたとこで中心を押す、こういう練習を繰り返すんです。で、こういうことをやっていくと、押すといえばいつも手のひらを使って押すというふうに思いますが、甲で押したり腕の外側で押したり腕の内側で押したりとかですね、で指の外側で押したりということで、触ってる触れてる場所を自体に視点を持っていくという感覚が徐々に身についていきます。で、こういう感覚が身についてきた時点で、もう一度、先ほどのようなですね、相手に手を出してもらって受けながら接触した瞬間にはもう場所も変わって方向も変わってというようなですね、手の動かし方が徐々にできていくかどうかというのを、試します。で、何回も何回も行ったり来たりしながらですね、こういう練習を繰り返していって、中国憲法でいうところの念というですね、念手というような感覚が身についていくようです。で、これを使って武習館の方では受け技のみで、殴る蹴るをですね、使わずに、相手を翻弄することができないかなということで取り組んでいます。以上です。今やってることというのは、ほとんどですね、相手の力に対して力の来る方向に受けて立ってるわけではなくて、力の方向ではない方向から接触を加える、ない方向から接触を加えてますから、いわゆる不意をつくという、ことを行っているわけですね。要は不意をつくというのは、例えば、後ろからですね、急に膝の後ろをガクンと
されたら、どんな力の強い人でもですね、ガクンと膝が崩れます。でこういうようなことで意識の入っていない、意識のない方向からに対して、人間というのはですね、非常に脆いという性質がありますんで、そうするとこうまっすぐ来た攻撃に対して横に反らすであるとか、横に反らしつつ下に絡め取っていくであるかということにかというような動きに関してはほとんど力がいりません。でほとんど力がいらないんで、だから、最初からですね、体力がなくていいのかという問題になるんですが、やはりですね、そういう丸い柔らかい動きをしているということとですね、ちょっと矛盾するように見えるかもしれないですけども、その柔らかい動きの中にはですね、イメージとしたら一本、針金が筋金として入ってるという感覚を私は持ってます。で、体作りとしてはですね、一応その中の部分っていうのは、筋金入りの体にすべきだと思うんですね。で、体幹であるとか軸であるとかという言い方をしますが、そういう部分というのは、ある程度、鍛えておくべき。ある程度ってどのぐらいですかって言った時に、数字では非常に表しにくいんですけども、自分の体重ぐらいを、まあ、自由に、コントロールできるだけの、体の強さというのは持っておくべき で、まあ、せいぜい、自分の体重の2倍とかのものを、相手が力が入っていなければ、押したり引いたりすることができるぐらいの力かなというふうに思ってます。でそれは、タイミングが合ってきてコツというようなものが身についてくればですね、どんどん少なくて、済む、その力の大きさというのはどんどん小さくて済むと思うんですが、達人の人がですね、力を使っていないからといって、初心者の人が全く力がなくてもできますよというのは、難しいように思う。で、さっき言ったように自分の体をコントロールするぐらいの力はですね、備えておかないとですね、今までやってきたような練習方法というのは、身につきにくいのかなというふうに考えています。以上です。空手を通じてですね、護身術というものを、研究してきましたが、どうしてもですね、空手というとですね、殴る蹴る打つということで、打撃によるですね、相手へのダメージをもってしてですね、ことを決着するというですね、イメージがあって、で私も、長きにわたって、その考えからなかなか離れることができずにですね、で何とか、殴ったり、蹴ったりですね、相手を傷つけたりせずにですね、ことを収めるということができないのかなというふうに、思い続けてきました。で、まあ書いたものなどを読みますとですね、勝ち方に下の勝ちとか中の勝ち上の勝ちというものがあるんですよというようなことが残されておってですね、で最初は下の価値よりも中の価値の方が、強いとかですね、中の価値よりも上の価値の方が強いのかなというふうに思いながらもですね、世間一般ではですね、どうしてもですね、殴る蹴るでコテンパンにやっつけるというようなことをもってして、一番
強いというですね、イメージを持ってますから、で我々が、もっと鮮やかなですね、方法でとか、もっと、きれいな、傷つけない方法でみたいな、理想を追求してもですね、現実にはですね、そうではないのかなという、悩みがずっとあったわけですが、実際に、まあ試合場であるとかですね、リングのようなところでですね、勝敗を決しなければいけないということであればですね、芸能価値がダメだとかいうことでは全然ないと思うんですけども、これは勝ち方、ことの収め方のことを言ってるんであって、芸能価値よりも中の価値、中の価値よりも上の価値、さらに上の価値よりもまだ上のことの収め方というのが世の中にはたくさんあって、でどちらかというと、芸能価値を習得してですね、芸能価値を使う場面というのはですね、我々別にアウトローではないですから、使ってしまったら最後ほとんどですね、悪者になってしまわざるを得ないというのが現実ですね。そうすると全く使ってはいけないものを長年にわたって、勉強して習得して、どうするのかという、まあ、悩みを長く持っていましたが、芸能価値に増して中の価値、まあ、相手の攻撃をわざわざ体でもらって我慢して、もっと強い力で返してという、ことよりは、相手の攻撃をかわすなりして、相手の、弱い部分から、打撃を加えるなりして相手を転がしてしまうという中の価値の部分についてはですね、ある程度、道場で教えてもらったりしてですね、やれたんですが、そのままずっとやっていくとですね、まあ、50歳を過ぎたあたりからですね、だんだんとですね、一つ一つの動きがですね、それ以上速くとか強くとかということが、難しいんじゃないかなということで、限界が見えてきたんですね。でそこでその書いてるものによる情の価値というようなものが果たして、あるのかなということを考えるようになりました。で、いやここ数年前からですが、その相手の攻撃を、かわしたりしたら、反撃して打撃を加えるなり投げるなり締めるなりということをしなければいけないという固定観念を持つことをやめたことによって、急に道が開けてきたような感じを持ちました。で今までやってきてた受けというものを、もっと丸く、円運動であったり球運動であったりというような形に、変化させていくことができればですね、ものの本に書いているようなですね、情の価値というような勝ち方がですね、現実にできるんじゃないのかなというふうに思うようになりました。で、もともと合気道というものは、そのような理念のもとにですね、成り立っていますから、すでに、合気道を教えている道場行けばですね、そういうことが全部教えてもらえるのかもしれないんですが、まあ、我々はどうしても最初、そんなにうまくいかないだろうという気持ちの中で、下の価値中の価値というところを、まあ、痛い思いをしながらですね、習得していった関係でですね、このまま自分たちの稽古の延長線上で上の価値まで至らなければいけないという思いで稽古を続けてきて、で今になって
言ってることであるとかやってることっていうのはもしかしたら中国憲法であったり合気道であったり柔術であったりというようなものがすでに到達をしていたようなですねことをやってるのかもしれないんですが、まあどこかに行って習ってきたとかそういうことではなくて、同情生を相手にですね、こう来た場合どうしようかとかこういうふうになったらどうしようかということを空手の、稽古の延長線上でですねやっていって今現在に至ってます。で、これは一般的な空手、当てない空手にしても当てる方の空手にしてもですね、やってることというのはちょっと離れていってるような感じもするんで護身術ではないかというふうな指摘も受けたんですが、まあ護身術と言われれば護身術で、空手を、まあ、空手として攻撃として習得したかったわけではなくて、物事を収めるための、良い、技術というものが欲しかったということでやってきた結果がですね現在に至ってるんで、武習館自身で教えてることっていうのはですね、まあ多少他の空手の道場とはですね違うかもしれないですが、まあ我々自身はある程度、普通に、当てる空手というのをやってきた上でですね現在に至ってるんでですねある程度の打撃に対して、今使っている技術というのは生かすことができるというふうに考えています。ただ、もっとレベルの高い、殴ったり蹴ったりということを極めておられる、競技者の人プロの人から見るとですね、そんなものが本気で、殴ったり蹴ったりしてきたものに対して、使えますかという疑問があるかもしれませんが、答えとしたら、使えないかもしれません。使えないかもしれませんが、相手がですね、まあ 100% の力で、殴ったり蹴ったり普通はしてきませんから、競技の場合はですねそういう、半分、後ろに引き戻すような、形でパンチを出してくるものに対してですね、我々が今言ってるような腕の使い方で、相手の、バランスを崩すことができるかというと、これは非常に難しいことが多いでしょう。ただ、試合を想定してませんから、相手が 100% の力で、突っ込んで、掴みに来たり殴ってきたりしていない以上ですね、こちらの方から攻撃をして早くに決着をつけなければいけないという考えさえ持たなければですね、延々と続くかもしれませんが、相手が、そういう形でしびれを切らして、思い切った攻撃をしてきた時にはですね、道場で稽古をしているような形の通りのことがですね起きるはずということで、自分の、まあ、気持ち心の持ち方次第でですね、1分以内に勝てますかとか3分以内に勝てますかということを言われると答えはノーですが、1分以内で負けるとか3分以内で負けるということは、ないというふうに思ってます。まあ、これこそが護身という考え方なのかなというふうに思っております。で、1対1だけを想定するんではなくて、1対他であったりですね、物を振り回してくる武器を持ってくるというようなことに対してもですね、ある程度のですね、シミュレーションというのは普段からしておかなければいけないということの中でですね、練習自体はですね全然ハードなことをしているわけではないんですが、地味な練習の繰り返しをですね、ぐる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 と同じようなことを長年にわたってですね、1年目の人も10年目の人も30年目の人もですね、同じような練習をしながらですね、まあ、自分が納得いくところまで稽古を
続けていくと、まあ、こういう考え方でやっておりますので、終わりという最終到達点っていうのはですね、あるようでないです。要は、生きていく中でですね、いろんな揉め事とかあると思うんですけども、それをいかに丸くうまく収めることができるかということに、習ってる、武術、空手、護身術というようなものが、生かすことができればですね、いいと、そういう思いで、練習を続けております。温和である必要はあるし、人当たりがよくて柔らかい必要はあるんだけど、中まで柔らかくて芯がなかったら、それはそれでバカにされるし、まあ説得力がないでしょうから、外は柔らかくてもいいんやけど、中柔らかかったらあかんと。で、今度中は頑丈で硬くていいんだけど、外まで頑丈でこわもてすると、これまた良くないということですよね。で、ヤクザのように中も頑丈やけど外も頑丈やったら、普通の人からは敬遠されるだろうしね。まあ、ということで、どっちかというと芸能価値的なことをね、極めていくと、まあ、外までねこわもてになってしまったらいかんというのが一番最初の、思いですね。いかつくならずに、なおかつ、普通の人が優しそうやから言うことを聞いてくれるというよりは、優しそうやけど厳しそうかなという部分がないと、人ってなかなか話をちゃんとね聞かないかもしれないから、まあ、そういうことで動き自身も柔らかいけども、やっぱり中身がしっかりしてないと、その柔らかい動きさえも本当はコントロールできないんやでということですね。こういう動きですが、で、この中でパッと見たときに、みんなどこに目が行くか分かりませんが、覚えなければいけない、習得しなければいけない部分とかいっぱいあるんですけども、今やってることは、相手の手が自分の体の中心に伸びてきたというふうに自分で想定してですね、中心から自分はいなくなってるんですね。中心からいなくなっている。そのいなくなっている時に、さっきあったこの外受けであったり、手刀受け、内受けであったりというものをやめてないんですね。足も使ってるけども、両方の手も自分の顔を守ってると。で、この3つの動きが一遍に行われることによって、タイミングがですね、ピタッと合うようになれば、例えば相手の左手が伸びてきた時に、右手は外受け、左手は手刀受けをしながら、ほぼ同時に手の中に吸い込まれていくような形で、相手の腕をキャッチすることができると。で、この時に早かったら掴めるのかっていうと、早かったら掴めるということではないんですね。タイミングが全部ピタッとあった上にですね、自分の腕は動き続けながら場所を変えている、自分の手は動き続けながら場所を変えていることによって、相手の左の手と腕を自分のコントロールの中へ入れてしまうことができますと。で、その上でここから関節を決めようとすることもできますし、まあこのまま離してしまって、なかったことにするということも可能ですね。で、これは相手の手が左手だった場合でも、逆に右手だった場合でもですね、どちらでも同じ動きで、対処がほぼできてしまいます。で、要は自分の
顔、体を危なくない場所に移動させてると。自分の顔、体を危なくない場所に移動させながら、なおかつ最初から練習したような自分の体を守るという手の動きをミックスさせることで両方の動きに対して対処ができます。これが基本ですけども、体格差の問題とかですね、いろんなことがあるときにいつでも外受けと主頭受けで対処できるかっていうと、上げ受けを使わざるを得ない場合っていうのもあるかもしれませんし、外受けから下段払いに変化して背中の方へ腕を決めてしまうとか、そういう動きがあったりすることも生じてきます。で、これ相手が一人の時の話で、複数ですね、一人、二人、三人とか四人、五人とかいう相手に対しては、5箇所に対して気を配らないといけませんので、このままのやり方ではですね、一人を相手している間に後ろから別の人に攻撃されるっていうことが起こりますので、必ずしもですね、こういう形で構えるっていうのはですね、良くない場合も多々あるわけですね。そうした時にどうするのかっていうと、こういう感じで構えてますね。で、これはよく中国憲法なんかで言ってるところの丹刀というような稽古法の立ち方に似ていますが、で、大気拳という憲法の中でいうところの立前という立ち方に似ておりますが、こういう構えであれば左右の人が攻撃を仕掛けてきた時にもですね、このままの姿勢で足を解放してかかとを軸につま先を解放してやるだけで、動かなくても90度体を横に振ることができます。で、この時に外は柔らかい丸みを帯びた銃でありながら、中は筋金が入った壕というような形を、あたかも鉄球を持ってるかのようなイメージの中で立っておればですね、瞬時に右と思えばつま先を解放して体を振るだけでですね、すぐに右の方に対処できますから、すぐにこう構えるとかこう構えるよりも早いと思うんですね。で、これは何だと攻撃になるのかって言った時にですね、攻撃にはならないんですけども、防御の姿勢がこういう形で丸く動いてますから、相手の攻撃がどこかに触れた時点で遠心力でもって攻撃がそれていくという動きを、作り出すことができるんじゃないかというふうに考えているんですね。で、この動きの場合、これで相手がそれていけばまた戻りますし、最短で戻りますから、こうすると当然前の方は今までやった受け方で受けて戻る、受けて戻る、受けて戻るということで、あまり大きな動作をせずに元の体勢に戻れるように思います。で、重心はですね、右足のつま先、右足のかかと、左足のつま先、左足のかかとと4点あるとすればですね、これをぐる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 回しながら変えていく、ちょうど無限大というような8という字を横にしたような動きで延々と動いておくわけですね。どこかに重心を乗せてしまうということではなくて、常に動いていると。で、人から見るとこれがどんどん
速くなってちっちゃくなっていくと、コマと一緒ですね、速くなればなるほど動いてないように見えると。そういうことで止まってるのとものすごく速く動いてるのが一緒に見える、そういう感じですね。でこのままじーっと立ってて30分も経ったらもう体中痛いというのと、延々と4人5人の人を気配りしながら重心を絶えず動かしながら自分の目もですね、どこを見てるのか相手にわからないような形で節目で動かしてたらですね、ちょっと見たら延々とただ立ってるだけにこう見えるんですが、これは激しく動き回ってるということも言えるわけですね。でこういう形でまあやるのがですね、最終一対他の時に使う誤診の一つの方法かなと思ってます。でこれに対してまあ背中側から後ろですねに対してまで対処できますかって言った時に、今のところはですねできません。私の中では難しいと思っています。だから、壁の方に自分の背中を向けてしまえばですね、真後ろからの攻撃っていうのはなくなるからですね、いち早くそういう場所を取るべきかなというふうに思っています。